駅構内、スラートターニー駅は、太陽国南部、スラートターニー県プンピン郡にある、大国有鉄道南本線の駅である。スラートターニー駅は、太陽国南部、スラートターニー県の、人口約9万人が暮らす、プンピン郡にある、大国有鉄道南本線の駅である。旧トンブリー駅より635.02キロメートル地点に、あり、 ターピー川の南側に位置している。1日に28本の列車が発着する一等駅であり、特急列車を含む全列車が停車する。当駅はスラートターニー県の県とである、ムアンスラートターニー郡中心部からは約1 2トルほど離れており、同軍市街地との間の移動は想定利用が一般的である。 当駅は上述のムアンスラートターニー軍に所在するバーンドンハトバを拠点として台湾中部の島々を結ぶ航路への乗り継ぎ地となっているほかアンダマン海沿いの主要観光地であるプーケットへの陸路の乗り換え地としても重要な役割を担っており所要で鉄道を利用する沿線住民やタイ人旅行者のほか外国人観光客の利用も多いタイ国鉄では バンコク、クルンテープ駅から東駅経由で、サムイ島への航路、あるいはプーケットへのバスの乗船券、乗車券を鉄道乗車券と、セットにした、ジョイントチケットも発売している。東駅には、乗務拠点があり、東駅以南を結ぶ、長距離列車の多くでは、東駅において乗務員の交代が行われる。1916年7月17日に開業。当初の駅名は、 プンピン駅で、後に、スラートターニー駅に改称された。第二次世界大戦中は、日本軍の軍事輸送拠点として利用された。このことから、当駅は、ターピー側に架かる、チュラチョムクラーを鉄橋とともに爆撃目標とされ、1945年5月に、アメリカ軍機による爆撃を受けて破壊された。大鉄道局は、当駅の対岸のターピー川左岸に、 スラートターニー二駅と称する仮駅を設置し、分断区間を渡し船で連絡して運行を続けた。1953年2月16日に再建されたチュラチョムクラーを鉄橋の開通式が行われ、同日付でスラートターニー二駅は廃止された。1954年にはスラートターニー駅の新駅舎が完成した。端式及び 島式一面の複合型ホーム2面2線を持つ地上駅であり、駅舎はホームに面している。ありがとうございます。